おはようございます、ジャグラーのマロです。今日もねライプツィヒは安定の寒さで、ちょっとねマフラーとか手袋ないと厳しい寒さだなと、もうちょっと厚着してくればよかったかもしれない。お、ちょっとまた信号が変わる。さあそしてね今ゲートの前に来たけど、あ、今日は正面の鍵が開いてる。ここから行きましょう。まさかのパターンでテントが暗い。これはこれで空いてるけど練習厳しいな。ちょっとどうかな。綺麗ですけどね。ちょっとジャグリングしてみたんですけど暗すぎて無理ですね。あのこの動画で見てる以上にステージに立つと本当暗いので、ちょっと照明をつける場所がないか確認しに行きます。まああのステージ用の照明はあるんですけど、それと別の作業灯みたいなのがあるんですよね。その作業灯をつけるスイッチとか引いとけばよかったですね。まあ、あの多分今スタッフもいないから本当に分かんなかったら、まあ、ここのロビーで練習ですね。ハロー。ここが照明とかのオペレーション、照明音響。いやでもねこれは勝手に触るわけにはいかないですからね、まあ、この照明卓は当然ダメだけど、全部ね最近便利なのは本当に照明とかムービングライトとかプログラムしてセットするとね、その時間とかあの当てる場所とか全部スイッチ一つでプログラム通りに本番に照明を変えていけるから、まあこういうね照明システムはかなり便利ですよね。いちいちこうフェーダーを昔手でいくつも操作しながらね、シーン A とシーン B を入れ替えたりとか忙しくやってたもんですけど、リハーサルでしっかり照明組んじゃえばね。さあそんなこと言いながら、これは諦めようかな。ロビーですね、ここで練習しましょう。ちょっと荷物持ってきます。このねロビーにもこういうバーがあったりして、そう僕はねショーが終わった後すぐ表には出てこないから分かんないですけど、終わった後もねあのお客さんはロビーとかテーブルでもね、ショーの後1時間ぐらいは結構まだテーブルに残ってみんなお酒飲んだり、あの会話を楽しんだり食事したりいろいろやってますね。そうディナーショーですからね。で、まあ、ここにねあのクロークというかいろいろ荷物の預け入れがあったりとかね、そんな感じですね。さあじゃあちょっと気を取り直してここで練習します。電気がつきました、よかった。今ロビーで練習してたけどね、あのすごい見にくくてかなりストレスでどうしようかなって思ってたので、あのウェイトレスのリーダーみたいな人が来てパッと電気つけてくれました、よかった。ちょっと彼女に聞けばねどこで明かりつけるか分かりそうですね。さあ朝の練習が終わりました。ちょっとね最初の照明がつかないとかその辺で練習場所どうしようかとかでタイムロスをね結構してしまいましたけど、まあ練習をねテントの中で始めて最初しばらくはちょっと調子悪かったけど、だんだん調子が上がってきて結果的にはね、まあ、いい練習ができたので、まあ良かったかなと思います。今ね午後2時過ぎとかなので、ここからちょっとまあお昼ご飯食べたりとか休憩してまた4時ぐらいにテントに戻って、まあ結局ねそれで4時に戻ってウォーミングアップしてメイクして本番があって、全部お客さんとか終わって10時になって、でその後にいろいろ撤収とかして11時に戻って、まあ結構これが毎日のサイクルっていう感じですね。さあではね改めてテントに向かっています。今ね結構寒い中でタバコを吸ってる人とかが周りにいて、なんか初めてパリに行った時のことを思い出しますね。僕が初めてフランスに行った時は1月4日ぐらいとかのオフシーズンのチケットでね、もう本当に真冬のパリに20年ぐらい前に行ったんですけれども、その時の空気感、ヨーロッパにいるっていうのをね今なぜかドイツで同じような感覚を思い出しました。Yeah, und ich mache mein Jonglage. Ah, alles klar. So, super. Ja, ja. Bam. Gut. Thank you. Bis später. Ja, danke.
今日もね無事にショーが終わりました。ちょうどねテントから出てくるお客さんと一緒に今歩いてる感じなんですけれども、まあ本当にね今日のお客さんはすごい反応が良くて、同じショーをやっててもやっぱり出演者の気持ちも変わってきますよね。で、まあ、今日自分自身の演技としてはちょっと納得いかないところもあったんですけれども、まあ、本当にね一日一日しっかり切り替えて、また明日もっとよくできるようにっていうねしっかり練習して、その繰り返しですね。なんでしょう、夜11時ぐらいなんですけど、やたら若者が集まってますね。なんかあったのかな、イベントとか。ちょっとねあんまり見ない光景だったので、おまけの映像でした。では